リッキー・ブルーフはスウェーデンの陸上競技選手。1960年代から1980年代にかけて活躍した円盤投げの選手で1972年ミュンヘンオリンピックの銅メダリストである。ブルーフは身長199センチメートル、体重135キログラムのバイキングを思わせる風貌でスウェーデン南部のスコーネ地方で育った。 ブルーフが陸上選手として頭角を表し始めたのは1960年代。中盤で当時は砲丸投げをメイン種目としていた。後に円盤投げに種目を変え、1968年にはメキシコシティオリンピックに出場。59メートル28で初めてのオリンピックは8位に終わった。1969年にはヨーロッパ選手権で2位となると、 同年には、アメリカの J ・シルベスターの世界記録に迫る 68m04 のヨーロッパ記録を樹立。世界の競合の仲間入りを果たしていく。1970年に入ると、シルベスターと共に 70m の大台を目指して、激しい攻防が繰り広げられた。二人とも何度か 70m を超えるスローを行ったが、風の影響や、 円盤の重量の違反などでいずれも公認されることはなかった。ブルーフは1972年にストックホルムの試合でシルベスターの世界記録に並ぶ68メートル40を出す。しかし同年のミュンヘンオリンピックではチェコスロバキアのルドビクダネク、シルベスターに次いで銅メダルに留まった。ブルーフはその後伸び悩み1974年の ヨーロッパ選手権で3位となった以降は目立った成績を残さなくなる。1976年モントリオールオリンピックには出場したものの決勝に残ることなく敗れている。ブルーフは1970年代後半から競技を一旦中断したものの1984年に38歳になりカムバックを果たす。 1984年の9月から11月にかけて7 0ル4 8 7 1ル0 0 7 1ル2 6と立て続けに7 0ル台を記録。かつて何度も挑んだ7 0ル台をクリアした。しかしすでにこの時の世界記録は7 1ル8 6まで更新されていた。しかし、翌年、ブルーフは、 チームメイトとのいざこざにより競技から引退することとなった。ブルーフの7 1二2 6の記録は2008年現在でも世界歴代10位以内に入る記録であり、スウェーデン記録である。2011年5月30日、水臓癌の試し去。64歳ボーありがとうございます。